はい、ハリケンです。いつも動画ご視聴いただきありがとうございます。本日はですね、5月の23日月曜日なんですけれども、昨日一昨日とですね、ちょっと名古屋の方に行っておりましたので、ダイソーさんの巡回ができてなかったんですが、今日巡回したらですね、また新しいギアが出ておりましたので、皆さんにね、情報速報でお届けしたいと思います。では早速ですね、本日お届けするギアなんですが、こちらです。なんとダイソーさんからソーラー充電モバイルバッテリーがですね、発売になりました。お値段が1100円になりまして、色ここにねホワイトって書いてあるので、もしかしたら他の色の展開もあるのかもしれません。私がね見つけた店舗ではこのホワイトのみの展開でした。容量の方がですね 5000mAh になってまして、LED ライトなんかもね、こう写真、この絵を見る限りだと2つねついてるんですかね。ジャンコード載せておきます。ついにダイソーさんからこのソーラー充電ができるモバイルバッテリーがね発売になりました。モバイルバッテリーね、普段お仕事の時とかも一つぐらいね持ち歩いてるよって方は多いんじゃないかなと思うんですけれども、私もねだいたい一個はカバンに忍ばせてるんですけれども、キャンプの時なんかも1個ないしは2個ぐらいね、容量に応じて持っていってるよという方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですが、やっぱねモバイルバッテリー必要ですよね。キャンプの時にね、なんか調べ物するとか動画を見るとかっていうと結構ね電池食いますんで、モバイルバッテリーがないとね途中でスマホ使えなくなっちゃうなんてことになりますんで、特にね私なんかはスマホでね、今日もこれスマホで撮影してるんですけれども、撮影のねキャンプの時とかもスマホでやってますんで、バッテリーね 2,3 個持ってってるんですよ。そんな時に普通のモバイルバッテリーですと充電してね使い切ったら終わり、また新しい次のやつをっていう風にやらなきゃいけないんですけれども、こちらのソーラー充電ができるモバイルバッテリーでしたら、これをね一番最初に使ってカラーになったら、天気のいい時にこうね日が当たるところに置いておけば、また勝手に充電してくれるってものすごく便利そうじゃないですか。思わずこれ見ておおと思って買ってきちゃったんですけど、皆さんとね一緒にね開封しながら見ていきたいなと思っております。一応こちらの絵を見る限り、入力ポートが USB の C と B とあるみたいでして、 B のケーブルは10センチのものが付属しているようです。で、出力は通常の A ポートが2つですね。で、この丸っこいのが多分 LED のねライトなんじゃないかなと思います。ではね、こちら中早速開けていきましょう。いやー楽しみですね。あ、結構小さいですよこれ。こんな小さい、思ってたより全然小さかったですねこれ。もうちょっとこのね箱がこういう風に入ってたので、こっちまであるのかなと思ったんですけど、大きさとしてはね正方形な感じですね。で、こちらがUSB-B の入力ポート、C の入力ポート、そしてこれが USB-A の出力ポートが2つと、ここに LED のライトがついてます。これどこでライトつけ、あ、これか。あ、しかも電池の容量もここで分かるっぽいですね。5つここに LED がついてますので、ここで現状のね、充電状況なんかも分かるっぽいです。多分これ長押しをすると、あ、つきましたね。ちょっと今昼間撮影してるので、このね LED ライトの明るさはねあんまり伝わらないかなと思うんですけれども、まああくまでもね補助的な目的としてこのような LED ライトも2つついてるという感じです。あ、長押しですね。で、中にね説明書が入ってますんで、5000mAh ソーラー充電モバイルバッテリー取扱い説明書ということで、 USB-A の出力が各 5V 2.1A 出力と、で LED の方がゲージがね5つありますんで、それのついてる数によってねこの充電状況が分かりますよと、 100% になると点灯に変わりますとなってます。 LED ライトオンオフボタンと、LED ライトは消費電力 0.3W となってますね。これじゃあ充電の方は多分明るいところに
乗せておくと勝手に充電されるのかなと思われますね。これ今ね、一番左がこれついてんのかな、なんか真ん中3つがこれついてるんですよね。っていうことは今 51% から 75% おそらく充電されてるということなんじゃないかなと思います。で、緑色の LED ランプ点灯時はソーラー充電が開始されてますとなってますね。じゃあ一番この左が緑色なのかな。ではこちらなんですけれども、ちょっとね、家の中皆さんにお見せすることができないんですが、日が当たるところにですね、ちょっと放置しておこうかなと思います。今ね、数字具体的に出てるわけじゃないので、 51% から 75% 充電されてる状態みたいなんですけれども、それがね、どんな感じで充電されるのかなんていうところもね、見ていきたいなと思います。ちなみにですね、今この一番左がついてない状態で、外にね、充電しに行こうかなと思ったんですけれども、ちょうどこの撮影用にですね、上にかなり明るい LED ランタンをねぶら下げてるんですけれども、それにね近づけたら緑がついたんですよ。いきますよ、ほら、この一番左緑ついてるでしょ。で、これ外すとこの緑がついてない状態になるんですよ。これぐらいのね明かりでソーラー充電がね開始できるみたいですね。すごいですねこれ。今屋内なので、このね光を外してしまうとこの充電ランプ消えてしまうんですけれども、このようにね明るさ当ててあげると充電がねできる仕組みみたいです。はい、ということでですね、こちらちょっと外にね置いて充電をしてみたんですけれども、もともとこのゲージがですね3つ、フル充電の状態がまだわからないんですけれども、この説明書を見る限りですと、3つで 51% から 75% の充電をねされている状況からですね、置いといてみたもののゲージの数は変わっていないので、細かいねどこまで充電をされたのかというところまではわからなかったんですけれども、通常のモバイルバッテリーであれば使い切ったらそれで終わり、家とかに帰ってきてね、こう入力して充電をしてあげないと使えないんですけれども、多少なりともねこのソーラーで充電をしてくれるということであれば、あとちょっとだけ電池が欲しいんだというような時にもね役立ってくれるんじゃないかなと思います。で、今だいぶね暗くなりましたんで、暗くしてですね、この LED ライトのね明るさだけねチェックしてみたいなと思います。今暗くしたんですけれども、これでね LED ライトつけてみましょう。こんな感じ、上から照らすとこんな感じですね。これね、外で懐中電灯代わりで、例えばキャンプ場とかで足元をねこう見ながらトイレに行くとか、それぐらいのね明るさとしては十分ね使えるんじゃないかなと思います。こんな感じですね、明るさとしては。はい、ということでですね、本日はこちらダイソーさんの方からですね、ソーラー充電ができるモバイルバッテリーがですねついに発売になりましたので、普段使いにもですね、アウトドアキャンプにもですね使える、結構ねコンパクトなので持ち運びもね非常にしやすいと思います。薄いし小さいので、どこか隙間にね入れといてあげると、いざという時にね使い切った後でも明かりのあるところに置いといてあげれば充電ができるという商品になっております。今までねお持ちのモバイルバッテリーのサブバッテリーとしてね使うのにちょうどいいんじゃないかなと思いました。気になった方はね、ダイソーさんの店頭の方でぜひ手に取って見てみてください。それでは本日の動画は以上となります。よろしければチャンネル登録とグッドボタン押していただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。